エフィエイタムエフライムエフィエイタムは、イスラエルの政治家、軍人、入植者。ユダヤ系イスラエル人。国家宗教党元党首。後に、国家宗教党から分離した、アヒという政党の党首も務めた。2003年から2009年まで、クネセト議員であった。エンゲブで生まれる。少年期から彼は、教育を受けたが、内容は、世俗的であった。 成人後にイスラエル国防軍に入隊し、2000年まで軍人として任務についていた。彼の軍人としての経歴は優秀で、いくつもの勲章を得ている。軍人を退いた後、彼は国家宗教党に入党し、政治家を志す。2003年にクネセト議員に初当選した後、2009年に議員を退くまで無人所大臣、 国家基盤担当大臣などといった要職についていた。2009年の総選挙には出馬しなかった。彼は在任中、クネセト議員の中では左右派の人物として知られていた。彼は彼の後釜となったミハエル・ベン・アリのようないわゆるカハニストではないもののパレスチナやアラブ系イスラエル人などに対する過激な発言は時折物議を醸した。ヤーゼル・アラファトについての やつを果樹園に連れ出して頭を打ち抜けという発言や我々はヨルダン川西岸の大多数のパレスチナ人を追い払わなければならなくてまたアラブ人をイスラエルの政治制度から排除しなければならないなどといった発言を過去にしているこれらの過激な発言から彼は当時の司法長官から刑事告発の可能性もあると警告されているまた彼はかねてから アラブ系イスラエル人をガンと抗言し、2004年にはパレスチナ人を暗黒の力と呼び、我々は奴らを皆殺しにしなければならないと発言している。イスラエル国内の左派からは彼は国家主義の信奉者とみなされている。また、一部からは彼は飯や思想の虜になっていると言われている。エイタムは過去にインタビューで、 私はすべてのイスラエルの人々を導く夢を見た。そう、それは私の運命であると発言している。皮肉なことにエイタムとは直接の接点が存在しないが、過去にイスラエル国内で大きな波紋を呼んだ存在であった極右政治家メールカハネもまた自身を現代の予言者と公言していた。クネセト議員を退いた後、エイタムはアメリカ政府に イランを攻撃するよう陳情したり、ベンヤミンネタニヤフ首相の特使としてアメリカを訪れるなどしている。妻と8人の子供と共に、ゴラン高原にあるユダヤ人入植地で暮らしている。ありがとうございます。